インド大反乱は1857年から1858年の間にインドで起きたイギリスの植民地支配に対する民族的抵抗運動、反乱のことである。かつてはシパーヒーの乱、セポイの反乱、セポイの乱と呼ばれたが、反乱参加者の出身、身分が多岐にわたり、インド社会全体に広がっていたことから、最近では、 インド大反乱と呼ばれるようになっている。これらはいずれもイギリス側の故障であり、独立したインド側からは第一次インド独立戦争と呼ばれている。マドラスのセントジョージ要塞イギリスは1623年のアンボイナ事件以降インドネシアを断念し、インドへの進出を開始した。イギリス東インド会社はカルカッタ、ボンベイ、マドラスを拠点に、 本格的に、インドの植民地化を進め、ムガル帝国を境外化させていった。この時イギリスは、インドを本国で製品を生産するための原料、供給地並びに、自国の綿製品を売り込む市場と位置づけたため、インドの資源はイギリスに吸い取られ、産業革命を成功させた、大量の良質な綿製品がインドに流入したため、極端なインフレ状態になり国内は混乱し、 土着の綿工業は、急激に衰退した。この過程で、権力や財産を失ったかつての支配階層から、木綿工業の衰退による失業者まで、階層を問わず、また、市民、農民の区別なく多くのインド人がイギリスへの反感を持つに至り、反乱への参加者の増加につながった。インドは多民族が居住しているためもともと国内に多くの不和があり、 ムガル帝国の衰退によって、マラーター同盟をはじめとする国内勢力が半ば独立していた状態であったため、これまで組織だったイギリスへの反抗は起きてこなかった。そのため、この大反乱はインドで初めての民族的反乱とされている。大反乱発生の背景には、いくつかの定員が指摘されている。イギリス東インド会社が、 ザミリンダーリー制やライアトアリー制など、近代的土地所有制度を導入したことによる、農村の変容と従来の地主層の没落。インドの物価投機にもかかわらず、シパーヒーの給料が据え置かれたことや、昇進の遅さ等によって、シパーヒーの不満が蓄積していた。また、シパーヒー側が、宗教上の理由から、海外出世を拒否するケースが続出し、 シパーヒー側とイギリス東インド会社側の対立が生じていた。インド総督、ダルフージーの執権の原理による、反王国の強引な併合。彼が総督であった期間は、サーターラー反王国、ナーグプルン王国、ジャーニシー反王国といった数多くの反王国が併合された。また、旧マラーター王国の最小バジーラーを二世の養子、 ナーナーサーヒブもこの原理に基づき、父が受給していた年金の相続を拒否された。北インド最大の藩王国、アワド藩王国の内政貧乱を理由とした取り潰し。ベンガル管区において、アワド出身のシパーヒーは3分の1を占めていたため、英語はこの地の出身者であるシパーヒーたち多数の反感を買った。また、この藩王国に仕えていた、貴族、役人、 軍人といった人々は失業し、彼らを相手にしていた、商人、手工業者も、生活の術を失った。さらにアワドの直轄化によって、事務所らは土地を没収され、その数は2万千人に及んだ。などである。メイラトで、セポイの反乱この大反乱は、1857年5月10日に、インド北部の都市、メイラトで、シュパーヒーが放棄したことに始まる。 シュパーヒーとは、イギリス東インド会社が編成した、インド人傭兵のことで、セポイとも言われる。この傭兵団は、上層カーストに位置するヒンドゥー教徒と、上流階級のムスリムで構成されていた。彼らが反乱を起こした直接的な原因は、イギリス本国で新たに採用されたライフル銃である、エンフィールド銃の薬法に、ヒンドゥー教徒が、神聖しする、牛の油と、 ムスリムが不上と見なしている豚の油が使われており、この銃がシパーヒーにも配備されるという噂が流れたことである。19世紀半ばから始まった銃器の技術革新の最初の成果だったエンフィールド銃は紙製の薬法を使用しており、この薬法には防湿油として油が塗られていた。この薬法を使ってエンフィールド銃を装填する際には、 まず口で薬法の端を食いちぎって火薬を銃口から流し込み弾丸と弾押さえ押し込まなければならなかった。噂が本当であれば彼らは戦闘時に宗教的禁忌を犯すことになってしまう。彼らはこれをキリスト教への回収を余儀なくさせるための企みとみなして弾薬の受領を拒否するなどしたがこれらの行為は懲罰の対象とされた。 東インド会社は緊迫する状況を打開するため、牛と牛仕様の噂を否定したが、それでも信用されなかった。さらに、気になるのであれば、口で噛み切らずに手で開封しても良いとも通達したが、不信は解消されなかった。ヒンドゥー教徒にしてみれば神聖な牛が、そのような目的で殺されていること自体が納得できる、ものでなく、ムスリムにしてみれば、 本を手でで触ることも不条な行為であった結果、シパーヒーはついに反乱を起こすに至ったのである。ただしこれはあくまできっかけであり、反乱勃発の原因としては上述の通りである。彼ら反乱軍は、牛トン氏が塗られているとされた、紙薬法しか手元にない時は、ためらうことなく、それを噛み切ったとされる。ヒンドゥー教徒にとってみれば彼らが紙包みを噛み切る。 ことと関係なくすでに牛は屠殺されているのであり、ムスリムにおいては緊急避難としてなら、豚肉を食べることも認められていたからである。インド大反乱メラトの反乱部隊は、翌11日に、デリーに到着し、デリー中流のシパーヒー部隊を味方につけて、中流イギリス軍を駆逐、デリーを占拠した。ムガル皇帝バハードルシャーニセイを、反乱軍の最高指導者とし、 皇帝復権を宣言して、対イギリス戦争開始を表明した。バハードル・シャーニ世は彼らに身を委ねるほかなく、その夜に、ヒンドースターンの皇帝として、イギリスに宣戦布告する原文を発した。この反乱を機に、旧王公旧地主、農民、都市住民ら繁栄勢力が、宗教、階級の枠を越えて一斉に放棄した。カーンプルでは、 ナーナーサーヒブとその武将ターンティアートーペイが、ジャーンシーでは、ラクシュミバーイが、ビハールでは大領主、クンワルシングといった指導者が立ち上がり、兵を率いて、イギリス軍に抵抗した。また、アワドでは、カルカッタに追放された反応の王妃ハズラトマハルが、息子ビルジースカドルを養し、アワド王である宣言し、シパーヒー、農民、領主らの支持を得た。反乱は、 イギリス直轄領、旧藩王国領をはじめ、北、インドを中心におよそインドの3分の2近くの地域に拡大し、前年に併合されたアワードは特に反乱の勢いが激しかった。また、デリーでは7月にバフトハーンの率いる軍が到着したことから、反乱軍が勢いづき、デリー防衛戦を優位に進めた。デリーでは、 ムガル帝国の国家体制が一時整えられたかに見えた。しかし、内紛もあり、反乱軍はまとまりを書き、支配地域の拡大にも陰りが見え始めた。シパーヒーたちは、高位交換についた経験がない者がほとんどで、有能な指揮官にこと書いていた。シパーヒーが離脱したことによって、兵力不足となっていたイギリスは、周辺民族や旧支配階級を懐従するなど、 政治的工作を実施し、結果大半の反王国を味方につけたほか、ネパール王国のグルカ兵をはじめとする傭兵を投入したほか、反乱勢力鎮圧に向けて、組織を立て直し反乱軍に対する攻勢を強めた。同年8月からは、デリーの反乱軍は劣勢となり、9月になると、イギリス軍のデリー総攻撃が開始、バハードゥル・シャー2世は、 王城デリー城から脱出し、イギリスに投降した。デリーにおける大反乱は4ヶ月で終結した。その後、大反乱の舞台は地方に移ることになる。メーラとの反乱後、反乱はインド北部を中心に拡大しており、カーンプルやアワード、ビハールなどで、反乱地方政権がイギリスの相手となった。有名な激戦地は、ジャーニシー、グアーリアルであり、 騎兵を率いて、インドのジャンヌダルクと呼ばれた青を開くシュミーバーイの抵抗にイギリスは苦戦し、1858年6月まで戦いは続いた。ベレシチャーギンが1884年に描いた絵画。反乱軍兵士を方にくくりつけ、木の弾丸を発射する英軍による見せしめ。兵士の軍装は反乱当時のものではなく、描いた年代のものである。 イギリスは反乱の原因となったエンフィールド銃を大量に配備し、不正確な命中精度で短い射程でしか射撃できない旧式の格好銃を持った反乱軍を射程外の距離から正確に射撃することで圧倒した。また、捕虜となった反乱軍兵士を大砲の方向に縛り付け、木製の砲弾を発射して体を試算させる。 残虐な処刑を見せしめとして行い、恐怖で、反乱軍と、インド民衆の指揮をくじこうとした。ムガル皇帝バハードルシャー2世が、先導者として力不足であったことなども影響し、ラクシュミバイなどの活躍はあったものの、統一を欠いた、反乱軍は、最終的には個別撃破されて消滅した。とはいえ、1859年中頃まで、バフとハーン、 ターンティアートーペイといったゲリラ勢力の抵抗は続いた。女帝を欲しがるビクトリア女王を皮肉った風刺が、インド人の格好をしたベンジャミン・ディズレーリがビクトリアとインド帝冠とイギリス王冠の交換をしている。反乱の失敗によってムガル帝国は名実ともに消滅。皇帝バハードル・シャー2世は有罪の判決を受け、廃位されてビルマに流刑となり、 反植民地運動は、彗星となった。イギリス政府は、一会社に、広大なインドの領土を託すことの限界であるとして、この反乱の全責任を負わせる形でイギリス東、インド会社を解散させ、インドを直接統治することにした。そして、1877年には、イギリスのビクトリア城を皇帝とするインド帝国の、成立を宣言し、形式的にも、 本国政府がインドを統治することとなった。多くの反王国が反乱に対して非行為的もしくは敵対的であったため、イギリスは反王国をインド支配における傀来勢力として保護し、養子による相続も認められるようになった。しかし、そのことが第二次大戦後独立したインドによる報復として、反王国の廃止とさらにその後の年金廃止へと、 つながっていくこととなる。ありがとうございます。